この仕事を着く前にちょっとこのうちの仕事を手伝う機会があって、たまたまあのレストランさんでうちのなめこを使ってもらって、でお客さんの前で作ってることとかこううちの思いとかをお話しする機会があって、その時にこうお客さんの反応であったりとか、その時にシェフが作ってくれたうちのなめこの料理を食べた時にうちのなめこの美味しさであったりとか、お客さんに喜んでもらえる作ったもののこう評価をすごく感動して、でそれをもっと多くの人に知ってもらいたいっていう思いから始めました。私が福島に戻ってきたのが2012年の5月で、戻ってくるにあたっても原発事故とか震災があったのはもう事実だったんで、大変だろうな、取り巻く環境は難しいだろうなっていうのは覚悟した上で来てました。で実際やっぱり入ってみると、まあ新規の取引先を広げにしてもなかなか反応が薄かったりとか、で今までと同じ販路でいいのかなっていうふうに悩むところがあって、小売店さんとか市場関係だけではなくてこう飲食店さんとかそういった部分のこう広がりを作れないかっていうふうにいろいろ模索してきました。でそうやって少しずつ地道な努力していく中で、新規に広がった取引先さんもそうですし、震災の後も支えてくれた取引先さんたちに対してこう物をしっかり美味しくて安全で安心で、でやっぱりそれを安定的に届けるということが一番大変だったのかもしれないっていうふうに感じてます。以前は近県から取ってたんですけども、今は岐阜の方から仕入れさせてもらってます。そういったもので栽培して特別問題なければ使ってもいいかとは思うんですけど、まずやっぱり消費者の方への、信頼感というか、そういったものをこう少しでも震災の後ですね得るためにこう、まず原料の仕入れの見直しとかをしてきたという形ですね。本当にあのなめこって大きいものからちっちゃいものまでいろいろあるんですけども、やっぱそれぞれにぬめりの強さであったりとか食感が違うんで、すごくこう料理の幅がそれぞれいろんな特徴を出せるなっていうところがすごくいいなと思ってます。なめこのおすすめの食べ方なんですけども、例えばこうちっちゃななめこ、こういったものだととろみが強いんで、例えばそうですね、私のおすすめだとかさ増し料理じゃないんですけども、あの麻婆豆腐とかエビチリみたいなああいったものがとろみのあるものと一緒にやってあげるとかさ増しにもなるし、ヘルシーだし、すごくとろみもより強調されて美味しいです。で他のこういったちょっと大ぶりなやつだと、簡単なのだとアヒージョが最近私のおすすめで、なんでかっていうとなめこってやっぱりちょっと日持ちが弱いキノコなんですけども、やっぱりアヒージョにすることであのオイル漬けみたいな形になるんで、人によってなんですけども、私が伺ってる感じだと1週間とか全然常備菜みたいな形で使ってもらってたりするし、あとそのアレンジとしてペペロンチーノと原料一緒なんで、これをこう次の日とかにパスタと絡めてペペロンチーノにしてもらったりっていうアレンジもできます。で一番のおすすめは大ぶりななめこがあればそれを天ぷらにしてもらって、できれば抹茶塩とかで食べていただくとすごく外はサクッとして中はとろっとした食感のコントラストを味わっていただけるんでおすすめです。今僕たちがすごく大事にしているのは、物を作る前にこういろんなこう人を育てることを大事にしています。やっぱり私一人ではなめこを収穫したりなめこを袋詰めしたりなめこを管理することってなかなか難しいので、それを一緒にやってくれる仲間を大事に育てることでもっといいものを作っていけるんだと感じて、そういったことを今大事にして仕事に当たっています。物を作るのにはやっぱり人作りっていうのがすごく大事だなって感じていますので、そういったことをこれからも大事にしていきたいですし、でその中でやっぱり農業をこう職業としてあの若い人たちとかに選んでもらえるために給与面であったりとかいろんな部分をもっともっと良くしていって、農業が選んでもらえる職業になっていくように頑張っていきたいなと思ってます。いいなこいつみたいな